皆さんこんにちは、ピティです。ピンク、ラテ、ティー、ビー始まるよ、イエーイ。今回なんでこんなオープニングかと言いますと、今日の企画はじゃじゃん、遅刻総選挙をやりたいと思います。イエーイ。みんなが遅刻をせずに撮影に来れるかを検証していきたいと思います。ちなみに今日のスケジュールは9時半にメイクさんが来て、10時にユナとアリアが来て、11時に姫香とエコが来て撮影を行います。今日はジェニックのお仕事があるユラリが5時半頃に合流できる予定となっております。みんなが無事に撮影場所に来れるかちょっと心配ですね。ちなみに今の時間は朝の8時45分過ぎた46分ぐらい。とピティは早めに来てこのようにコーデを組んだりだとか、あとはちょっとお掃除したりお茶とか飲み物とかを揃えて待っております。ピンクラテ TV の撮影はいつもワールドの北大山ビルというところで行っているんですけども、今日の撮影はピンクラテのブランドの事務所で行うことになっています。いつもとちょっと違う場所なので無事来れるかなっていうところが心配なんですけど、まあ住所も送ってるし、みんな Google マップとかで来れるんじゃないかなと思ってます。さあみんなが無事に来れるのかどうか待ちたいと思います。はい、ただいまの時刻9時28分です。ヘアメイクさんがいらっしゃいました。おはようございます。おはようございます。お願いします。ヘアメイクの準備をしていただきます。はい、今ユナユナから連絡がありました。ユナユナが無事着いたでしょうか。ユナユナ発見、おはよう。今日ね、みんながちゃんと遅刻しないで来れるかなっていう企画をやってるんです。ちょっと今日は初めてなので早めに来ました。お、えらい。ユナユナがですね10時入りの予定だったんですけど、ただいまの時刻9時37分か8分ぐらいです。イエス、用意が良いですね。いや、ユナユナはね安心だから絶対遅刻しないかなって思ってました。いつもね早めに来てくれるんですよ、ユナユナは。ちゃんと連絡もまめにくれるんでねとてもとても安心してまいります。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。ただいま10時ちょうどです。今アリアから電話がありまして、ちょっと迷子になっているようです。お、アリア、アリアアリア、おはよう。迷子になりました、アリアさん。おはようございます。朝からお疲れの様子。アリアは10時入りで10時ぴったりに到着です。すいません迷子になりました。はい、おはようございます。おはようございます。お願いします。ではギリギリセーフということで。やったね。めっちゃ走った。朝からいっぱい走ったみたいです。他のメンバーを待ちたいと思います。はい、はい、ゆかぽん、みんなまだかな。今日の準備したのはキノコの山とタケノコの山。皆さんどちらがお好きですか。ジュースと、今日はお昼ご飯はピザを頼もうと思います。みんなピザ大好きなので。あとピンクラテの方からチョコレートいただきました。美味しそう。めちゃめちゃ美味しそう。お、着きました。姫香が着いたみたいです。ただいまの時刻10時40分です。姫香さんは11時入り予定なのでめちゃめちゃ早いですね。突撃してみましょう。いるかな、姫香先輩。あ、いない、はい、いた。いた。あ、エコシもいますね。おはようございます。めちゃめちゃ早いじゃないですか、2人とも。今時間は10時40分です。早い。お、よかった。皆さんちゃんと時間通りに来ましたね。そう、当たり前のことですよ。当たり前なんです。はい、皆さん揃いました。はい、検証結果、ピンクラテ TV メンバーはみんな時間通りにやってくる。よってこの企画はピンクラテ TV には向いておりませんでした。イエーイ。当たり前のことですよね。ですよね。時間内に来るっていう当然のこと。当然のことでございました。遅刻なんてありえません。今日は全員揃ったということで、じゃあ頑張ります。
すばし。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。